お疲れ様です。リースまさかの2本目まさかの2本目ついてこられたら捕虜みたいになってるから捕虜だもんね。おとなしくしてお前捕虜だろお前おとなしくしてなんか今日の、まあ、まさかのもう1本撮ろうっていうのはちょっと真剣な話なんですけど。そうですね。ちょっと動画になった若い子じゃんいますね。怒ったじゃないけどこれから頑張れよみたいな。あ、そうそう。で嘘つくなよみたいな話だろ。そうそうそう。何の嘘で怒ったんだ俺。忘れた。あの LINE の嘘です。あ、 LINE だ。 LINE 来てないとか見てとか電話したけど電話出ない、社長に何か電話したけど電話出ないとか電話かけてねえっつうの。かけてねえとかってねえって言ってで LINE は全部消しとるとかなんかわけないって言ってましたね。うん、まあそんな彼がまさに飛んじゃったんだわまさに飛んじゃったんだけど、ま、だね、先輩の息子じゃん。はい。これどうまでっていうか、まあ後で撮影許可取らなかったけどさ、はい、先輩が俺に電話してきたんだこの間。来とるって言って、ああ、で多分来てますよとか言って、お父さんも連絡取れんらしいよ。あ、本当ですか。じゃあもうあったんじゃないの。土曜、最後来たの土曜日ですね。だいぶ前の土曜日、7月ですね。まだ7月で終わって、7月の最後、7月の一番最後の週ですね。が最後、最後。そこまで何週何回来たの。あ、2日とか週に、週に多い時3日来たりとかしとったんですけど、うん、1日おきで。飛んだ理由はなんだ。いや、それは分からんですよね。お前が怒ったの。いや、怒ってないです。最後は怒ってから、そこからまた何日か来とるんですよ。ああ、一回怒って、何怒ったの。ぶっちぎって寝坊かなんかしたのか。一回ぶっちぎって怒って、うん、電話かけてこなかったもんで、うん、で、かけたら、うん、あれ今日行く日でしたっけって、うん、とぼけたもんで。ああ、またそれな、嘘のやつな。お前昨日行く、出させてくださいって言ってたよなって言ってあ、昨日置いとったのに、そう、今日へっちゃうで。その日、朝になっても、いや、待っとったんですよね。うわ、もうダメじゃないです。 10分遅れても待っとったんだけど、こ、うん、んもんで、うん、もう置いてったんですよね。で、寝坊なら10時とか11時にかけてくると思うんですけど、うん、もう一切かけてこず、うん、3時にかけたったら、うん、あれ今日行く日でしたっけって届けたもんで。3時にかけて、こっちがかけたんですよ、うん、あんまりかかってこなかったもんで、さすがにそんな時間まで寝とらんだろうと思って、だれで、それで一回怒って、父ちゃんの顔もあるんだで、うん、変なことすんなよって言って、もう親父がね。そうそうそう。お父さんが俺のだって1校便なのかな、俺の中学校の1校便の先輩なんだけど、はい、お父さんも心配して電話かかってきたの。で、日曜日もわざわざかかってきて、あれ電話かかってきて、あ、すいません聞いてないって、で月曜日に聞いておきますって言って、今日も火曜日だもんな2回やったもんで、それ2回ぶち切ったもんで、2回ぶち切ったもんで、結局結局またやったもんで、連チャンで行っていいですかって、うん、で、あ、来ていいよ、まあって言ったんだけど、まあ来んくて、結局、あ、来るって言って、こまた来るって来んくて、むちゃくちゃじゃないですか。むちゃくちゃ普通の会社員だったら普通ないよな。ないっすね。いや、風邪ひいちゃったから、仮病みたいなのがあるかもしれんけど、絶対連絡は一本入れる連絡は入れるよな、はい、職人だとあんまり心配ならんのがよく多いであ、まあよくあ、よくあることだわみたいな、まだあいつ打ち切りだっていや、もうダメだな、もう使わんだろう。もう無理ですね、一回許したけど、まあ、まあ2回やったもんね。まあ2回やったら同じだな。もうまあまあ治らんなと思って、うん、もう治らん。まあここと他ってますね、うん、まあちょっとお父さんにも、まあ一応電話してみるか。まあ多分電話出んと思うけど。あ、お疲れっす。はい、お疲れっす。純也くん、やっぱもうあれっすね、あの現場来てないって言ってます。で、電話も出んって。あ、本当に。うん、あ、ぶっちぎったらしいんですよ。本当に。はい、なんかぶっちぎって、2回ぐらいぶっちぎって、うん、で、結局もう連絡取れんくなってる。いつかな、7月の末だって。7月の末ですね、最後の週で。7月末か。はい、ちょうど俺が追い出した頃だな。ああ、そういうことですか。追い出したもんで余計また寝てないとか、どっかでふらふら友達遊んどるもんで、じゃないかな。あ、なんで追い出したんですか。いや、ちょっとね、グダグダしすぎとったで。ああ、またダラダラしてお金貸してとか、まあ、なんか変な悪友とつるんどったもん。ああ、まあ友達また変なしょうもないやつだと。で、そいつは多分ちょろちょろしょんじゃないですか。じゃあかもしれんね。そうですよね。まあ一回と捕まえるわ。ああ、わかりました。まあ多分ね、もうこっちから探さんでいいですか。 LINE とか送りましょうか。ああ、まあ一応そっちも攻めてみといて。あ、わかりました。ありがとうございます。ごめんね。はい、また連絡入れます。お願いします。今日休みですか、はい、え、今日休みですか。あ、今日仕事中、珍しいですね、電話出たですね。ああ、今ちょうど休憩中だった。ああ、本当ですか。ああ、わかりました。ちょっとまた後ですぐかけます。はいはい。
なんで書けるんだろうと思ってると思うけどまず一回動画の流れ上視聴者の皆さん何も言ってないからどうする？まあ、もうさんかな。まあ、だったらベトナム人もう一人おった方がまあそうだよな、効率いいさ、あれ直さなきゃあんもんで、うん、まあそうだよな、見直さない。はい、まああいつもね、まあ分からんけど、まあ職人おるわ。でも、もうこういうやつはもうでこのまま終わり。職人どっちかだよな。どっちか、まあ大体7割ぐらいするやつだよな。大体多いっすね、どういうことまんま終わっていい大人になってもなんかフラ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 して職人辞めちゃうかもしれんな。若い時のイメージ、俺人雇っとるもんで、はい、人雇っとるとなんかもっと9割とかおるイメージだけど、はい、でそういうことって職人もやってないかもしれない。職人を舐めとんだよな、体だけ使いやって言ってさ、で体使うって結構偉いからね、このクソ暑いクソ寒いで。まあそんな感じですよ、はい。まあ、今日お父さんにも後で許可取っとくんで。そうですね、使ってたらね、お父さんのネタが入ってなかった、お父さんの電話のシーンが入ってなかったらちょっと使わんでって言っとったってことだわ、はい、そうですねまああいつが YouTube 見とるかどうか知らんけど、お前もあのまあ別に怒っとるわけじゃないもんで、俺らも、はい、あの謝りの電話ぐらい入れてこいよ。そうですね、連絡はちょっとちゃんとした方がいいんで、うん、まあ戻すつもりもないけど、もう、はい、もう謝でも謝り、その俺にはいいけど、やっぱり世話になった人ぐらいには電話して。そうですね、お父さんともだって7月の末から連絡取れてないんでしょお前。だからちゃんと、まあ、親父も心配してるで、 LINE1 個でもいいもんで、はい、うん、消息っていうか生きてますよって。そうですね、うん、だけどもう今はお父さんと喋りたい気持ちじゃないんで、うん、とりあえずほっといてって。ちょっとでも LINE でも送りやな、今なんか、ね、昔はいかんやん、電話もねえんだもんね、はい、電話もねえんだもんでさ、便利なものがいっぱいあるんで、あるもんね、 LINE1 個でもいいし、スタンプ1個でもいいじゃん、はい、すいませんみたいなのでもいいじゃん、はい、申し訳ありませんって、やっぱ心配してる人もおるでな。そうですね、俺らもう鼻から飛んで悪いことやったんやろ、なんか下手使おうとんじゃないかとかめちゃくちゃ言ってるけどだけどまあ本当職人の世界って本当厳しいからね、そんな甘いもんじゃないし、はい、うん、肌から見とって一般の人で今最近視聴者多いもんで、ね、コンビニとかなんか悪そうなやつとか不良みたいなやつたまってるけど、はい、そんなその末端の職人が目立つから、はい、まあ確かにそういう子たちもおるよ、まあちょっと働いてを辞めたり喧嘩したりな、居酒屋で暴れたりとか。ああそうそうそう、それあるんですね。でもそういうやつってもう本当末端じゃん、末端ですね、ちゃんとした組織にはいないじゃん。いないです、人気なしみたいな変な思いは、うん、そういうところでしか働けんのかな、うん、そういうところでしか働けんのかな、うん、一日いくらの女優であっちやこっちやに手伝いの材料運びとかさ、はい、結構うちでもあるんだわその手間でちょっとまあどうしてもってな、もうだってもう細かい養生はさせんでいいで、あの例えばな、現場の掃除だけしようとか、足場の材料だけ運んどいてとか、足場なんか特にだわ、応援でどうしても人がいないともう雑譜みたいなやつ頼んでさ、妊婦なしで1万5000とか1万8000ぐらい払ってさ、手元みたいな感じで、手元みたいなの呼んでさ、で材料だけ運んでって、人がいねえと困るじゃんって。そうですね、いねえんだもんね。でも現場収めだから工期があるもんさ、はい、でももうああいうやつはもうそういうところにしか行けんわ。まあ以上です。はいはい、じゃあ皆さんチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。あとマッチングサイトやってますんで、はい、9月の1日からか、はい、一応一般公開で、もしかしたらまた遅れるかもしれないけど、うちもちょろ遅れてますね、ごめんね、ちょ俺もシステム会社とかじゃないもんさそうですね、そ金はあまりドーンとつぎ込めんようにしてるけど、まあまあ金かけて作っとるから、そうですね、結構綿密に打ち合わせしてやってるんで、そうそうそう、で最初の間は本当にもう無料で使えて、一般の人もその代わりまあ広告とかは打たないから、はい、でちょっと有料化しても無料プラン、有料プラン、なんか VIP プランみたいな、まあ、3段階ぐらいで考えて、はい、で今はまあ投稿ができるのかな、施工事例が上げたりブログ書いたりとかそういうのができるから、写真載せたりとか、はい、でそういうのやっとくと、いざ9月1日に近くで塗装ないかなって、もし来た時に、うん、あここちょっとじゃあ電話して相談してみようかなって、はい、もう今はお客さんももちろん、お客さんも職人側も無料だから、はい、ぜひ登録のほどよろしくお願いいたします。お願いしますなんの笑いだお前そういう時だけ頭下げるな金になりそうな話だ金になるとさ目が違うもんな金になるお前たわけかお前当たり前だろお前経験者だお前こけねえんだろ金突っ込んでお前そりゃこけねえですねこけたらお前偉いことだぞやっと YouTube も収益化してるってどんだけ言われた俺最初も YouTube1 年2年はみんな何やっとんだろバカ社長は何だったろ冷たい目で見られた、みんな言っとったろ、はい、以上です、はい、またね
飛んでやったな。やっと終わったみたいな。めっちゃ面白いな、こいつ。